え皆さん、こんにちは。ゴールド t v です。えー、今回のゴールド t v は、藤富証券投資助言サービスとゴールド t v との月一コラボ企画として、ヒントプラチナの特集をお届けしたいと思っています。よろしくお付き合いのほどお願いいたします。えー、コメンテーターは、藤富証券投資助言事業部テク,テクニカルアナリストの村石光さんです。村石さん、こんにちは。<laughs> はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。い,い,ますいや,いや今日は金とパラチナを、について、はい、まあ、見ていただこうと思ってるんですけども、金が。はい、はい。なんかすごいことになってますね。すごいですね。昨日の動きも、びっくりしましたけれども、朝、いきなりですね。 ねはい、ニューヨークのプラあー金ですけども、はい、トリプルトップをつけていて、これを上抜くのがなかなか難しいんじゃないかなと思っていた中、12月1日、先週末ですね、一気に抜いてですね、はいえー、新高値、ね、史、ま、上、あ、最高値をつけるという状況にな,、はい、なったんですけども、はい、この動きも結構びっくりしましたね。本当ですね。 まあその後の下落も大きい大きかったので、まあこのインパクトはかなり大きいかなというところですよね。うん、ニューヨークが超大要請をつけて、ですねぐーっと上表がつけたんですけども、そこから売られて、はいはい、あまあ窓を上げて、上げてましたので、窓埋めの動きかなというふうに思ってはいたんですけども、はい、まあ中に大きかったですね、えー、そうですね。 JPX の金の相場の方もかなり長い YD 形成して、はいえ、そして昨日の夜間立ち合いの方も下落という形になってますので、まあ、値幅的にはですね、はい、500円ぐらいですか。かなり大きな値幅動きましたね。はい、ねはい、500円ぐらい動いてましたね。はいはい、はい。ということで、あの、じっくり、はい、の金のマーケットについては後半で、えー、村井さんの方にお話を伺いしたいなと思うんですけども、その前に、 藤、はいえー、富証券の投資助言サービスについて、ちょっと教えていただけますか。あはい。ありがとうございます。藤、はい、富証券ではですね、投資助言サービスの方を行っておりまして、えー、銘柄につきましては、商品先物取引の、えー、金、えー、プラチナ原油ですね。えー、そして、東京金融取引所のですね、えー、クリック株365。 株価指数の取引、そして、FX の取引の方で、クリック365のですね、助言の方を会員サイトの方で配信させていただいております。はい、月々のですね、ご利用料金はですね、税込みで1万1000円になっておりまして、会員サイトの中でですね、私どもが分析して、その、今、その銘柄がどうなっているのか、また、どういうところで買っていったらいいのかというところをですね、サポートさせていただいております。はい うん、わかりました。はい。ぜひね、この富士見証券投資証券サービスをご利用いただければなっていうふうに思うんですけども、はい、村皆さんは、はい、やはり今日は金とプラチナについてお話しいただきますけれども、商品の方を中心っていうことになりますね。はい、そうですね。はい。で、はい、い私はですね、主に金とプラチナ原油、そしてエフエックスの方で一部。 え、会員サイトの方で配信させていただいております。今回はですね、えー、金とプラチナの方をお話しさせていただきますので、えー、今日までのですね、会員サイトで、えー、今まで、えー、エントリーポイントなどを配信させていただいた取引履歴の方ですね、え、を簡単にご説明させていただければなというふうに思っております。ぜひ、はい、よろしくお願いいたしますあ、はい。あ、はい、ありがとうございます。それではまずはですね、金の 相場の方をですね、はい、今日までの。今日までの。<倍>はい。はい、えー、売買結果ですね。<ー>の方をグラフにしておりまして、こちら、あの、日々会員サイトの方には掲載しているものなんですけれども、はい、今回ですね、今どういった取引になっているかというのをご紹介できればなというふうに思っております。はい、あ,ありがとうございます。はい。えー、えーみえー、グラフの方見れておりますかはい。 あ,、はいあ、はい。バッチリ見えてます。あはい、こちらがですね、JPX の金の標準の売買の結果になっておりまして、まあ、期間はですね、はい、私が助言サービススタートをしてからの、今年の4月21日から、そして12月5日、はい、今日までですね、はい、の売買の結果なんですけども、値幅としましてはですね、1138円のプラスになっております。 はい、こちら、の売買手数料ですね、あの各社さん手数料、異なりますので、売買手数料の方がは含まれておりません。純粋な、<で>これ、金、値幅を取れた分ですね。はい、そうですね、はいえー。という状況で、一応ですね、こういった形で、えーまあ、分かりやすく、棒グラフとこのラインで表示させていただいております。はい、もしですね、あの金の取引で1枚、 取引した場合の例で計算しますと、値幅が1138円ですので、×倍率が金の場合ですと、1000倍ということですので、そうしますと、113万8000円ですね、はい、これは倍倍接種料含まれていない状況ですけれども、<う>のプラスになっているというような形になっています。はい 四月から四四五六七八九十十十約八ヶ月間の累積の、えーはい、プラス値幅。これが千百三十八円で、はい、それに金の倍率千倍をかけて、百十、はい、まあ約、約百え百十三万円っていう形のプラスになってるという結果ですよね。そうですね。はい。続きます。そうですね。ありがとうございます。はい。えー、続きましてですね。はい。えー JPX の発金の方ですね。プラチナの方、期間はですね、えー、金と同じ期間になっておりまして、えー、値幅はですね、えー、今日時点で941円のプラスになっております。はい、こちらも売イイ手数料は含まれておりません。例えば1枚のお取引の場合ですと、値幅941円かける倍率が プラチナの合500倍ですので、はいえー、500をかけていただいて、えー、プラス47万500円という、はい、今、状況になっております。うんはい、こちらの方も結構値幅大きいですね。そうですね。と同じように、はい、約8か月の累積のプラス値幅が941円で、それにプラチナの倍率500倍をかけて、はい はい、実際の儲け金額が40、えー、プラスの47万円という形ですね。そうですね。まあ、証拠金で考えますと、金、はい、プラチナ、金はプラチナの倍ぐらいですね。今、20万ぐらいありますので、はい、まあプラチナが例えば2枚であれば、金と同じぐらいの証拠金があるんですけども、そうすると大体プラス90万円ぐらい、えー、という形ですね。まあ、80万円台という感じですかね。えー まあ金には及びませんけど、でで金に近いぐらいのプラス値幅になってるっていうことですね。はい、そ,うそうですね。はい。はい。はいまあ、一時ですね、もう少しですね、利益伸ばしてたんですけども、えー、9月のところでちょっとマイナスが続いてしまったので、プラスがちょっと剥がれてしまったんですけれども、今もポジション実は持っている状態で、そのポジションについても一応プラスにはなってるので、うん、えまあ、 えーまあ、12月、今年年内をですね、えーまあ、いい形で終わらせていただけるかなというふうには考えております。素晴らしい投資レコードですね。はい、どうもありがとうございます。はい、ぜひね、あのこういったものを参考に、えー、直接藤富証券投資上限サービスの方にアクセスしていただけるといいかなというふうに思います。あはい。はい、よろしくお願いいたします。あそれでは、村井さんの方に、はいえー、来年の 金市場の見通しを含めて分析の方をお伺いしたいなというふうに思ってます。はい、今画面で見ていただいているのはドル建ての金、のあ冷やしのチャートでよろしかったですか？あ、そうですね。はい。いやいや激しい値動きですね。そうですね。昨日はですね高値が2139.05ドルという市場最高値というところで、はい、とんでもないところまで上げましたね。はい、上げましたね。はい。 ただその後は、あ急激に戻し下げてるということで、はい、非常に長い上着ここ最近見たことのない長い上着になりました。ね、はい。スーパー上着へですね。はい。しかも陰線で終わってますので、はい、まあこの上着へ陰線はかなりのインパクトかなというふうに思いますね。はい。はい。まあ、ただ現状はですね、あの、チャート見ますと、はい おチャートのところに描画しているのが一目均衡表との雲と、はい、移動平均線とボリンジャーバンドなんですけれども、はい、実線の方はまだですねこのグレーのラインがこれがですね東海道平均線なんですけれども東海道平均線で下げ止まって、えー、今日は陽線を形成してということで若干買いが入ってきているというような 形になっているということと、まあ、各移動平均線上向きに推移している状況、あとは、えー、いつも均衡表の雲の上にあるということで、上昇エリアに入っているとい,、うん、というところですね、あとはボリンジャパンズの2シグマ上限あたりでの動きということで、まあ、流れとしてはですね上昇トレンドには変化がないという状況なのかなというふうに考えております。はい まあ、修正っていうことですね、はい、そうですね。まあ、ただし、はい、昨日のこの長い、はい、非常に長い上下陰線、はいえー、をつけましたので、はい、この高値を再びですね、えー、短期間で取りに行くのは非常に難しくなってきているのかなというところですね。はい、はい、ですので、相場好きとしては非常に難しい相場に、えー、今年12月最後、 のお相場になりますけれども、うんえー、このあたりでの持ち合いになりやすいのかなというふうには思ってます。あわかります。持ち合いなんですね。はい、ちょっとまだ、はい、<coughs> 修正安が続きそうな,なんかイメージもあるんですけども、持ち合いで、あしありがたい動きが予想されるっていうところですかね。はいはい、そうですね。はい。まあ、簡単に東の方も見てみましょうか。はい、ぜひ。はい はい。東の方もですね、今、高根県、まあ、高根更新して、今、まあ、上ゲの陰線を形成していますけれども、東で見ますと、5州移動平均線をサポートしているということと、各移動平均線上向きなんですよね。はいえ。実線の方も、いつも庫衡の雲の上で上昇エリアに入っているという状況にありますので、まあ、この高根を でさらに超えてというところになると、もう一つのですね、<laughs> 材料が必要にはなってくるんですけれども、そ、ま、こ、あ、がたく推移する可能性はあるのかなというふうには思っております。<ー>ちょうど、うね、あの、はい、11月の1日にですね、うん、あの、ワールドコールドカウンシルの受給データの方、発表されましたけれども、はい、第3四半期の方で、はい、まあ、総需要の方はですね、 まあ過去5年間の平均で8%上回る1147.5トンというデータ出してますので、わりとしっかりする、今後ですね、しっかりしていく見通しなのかなというふうには思ってます。あとは、今のところ、まあ、ロシアとか、えー、インドの飽食需要。 は伸びていて、中国の方がちょっと今若干伸、えー、び悩んでいるというところがありますけれども、今後中国の方も再び需要が膨らんでくればですね、そのあたりで底堅い動きにもなりやすいのかなというところで、チャートの方を見ても、まだですね、えー、この上昇トレンドは変わってはいないんですけれども、昨日の動きは一旦ですね、今年ここで高値つけたかなっていうイメージかなというふうには考えています。うん 逆に言うと買いのエントリーポイントというと、まあ、これからもし下げるんであれば、はい、まあそこが再び買い場になるかなってイメージでよろしいですか。そうですね、まず、まあ、今週はこの陰線で終わりますので、終わる可能性が高いと思いますので、まあ、来週以降、ですね、はい、要線を形成して、そこがためという状況になってくれば、再度。 おー、ワネを試しに行く展開も想定されますし、この長い上行きに絡んできてですね、えー、要戦をつけていくという流れになればですね、思わぬ上昇も、まあ、想定しておく必要があるかなというふうには思っています。ちょっと一点だけお伺いしたいんですけども、下のテクニカル指標の一番上なんですけど、はいはい、これ MacD でよろしかったですかあ、そうですね。これがゴールデンクロスになっているように見えるんですけども。はい。はい この辺はどう見ればよろしかったですかはい。こちらはですね、赤いラインがですね、マックリーラインになりまして、はい、青い方がシグナルラインなんですね。今、あの、今おっしゃっていただいた通り、ゴールデンクロスをして、今、上昇傾向にありますので、はいえ、しかもですね、このマックリーがですね、えー、ゼロラインより上、プラス圏に、えー、あるということを考えますと、はい、今のこの上昇トレンドをお再度、お 再開していいるというこの安値をつけた後<え>上昇をしましたので、ここで再度、はいえ、上昇トレンドが再開されているというような見方になります。ああそうですということは、はい、基本的なトレンドとしては上向き維持、で今、荒井さん、短期、まあ、的には、えー、持ち合いあるいは下げるだろうというのは、あくまで短期的な、えー、目先の動きという形で受け止めてよろしいですかね。 そうですね、下げといっても、ですね今の状況から考えますと、底堅いのかなというイメージを持ってますね。ということは、来年、第1四半期の <laughs> この入金の見通しですけども、まあ、ちょっと年内は持ち合い、あるいはまあ多少修正室が入るとしても、はいえー、来年再び年明け以降は、上昇トレンドに回帰するというふうに考えてよろしいんですかね。はいはい そうですね下がったところは変わられやすい状況にあるのかなというふうには考えております分かりました。はい、では、いよいよ、えー、j p x 日本の金価格について、また分析の方を引き続きお願いしたいなというふうに思うんですけども。はい <laughs> それでは j p x の日足のチャートの方をですね、こちらもやっぱり値動きが激しいですね。 そうですね。昨日はですね、<laughs> はい、1>, 1万飛び28円まで、えー、上昇しました。<laughs> はい、で、その後は一気にですね、えーまあ、上昇一服した後は売りが入って長い売りの要請で終わったんですけれども、えー、昨日の夜ですね、夜間立ち合いでは再び売られてということで、えー、陰線うん、はい、を形成して、下値の方はですね、はいえー、一時、 9,557円まで下落したという形ですね。またマックスで1日で1両日で500円ぐらい変動する、はい、ことになりますね。500円、そうですよね。500円というのはすごい動きですよね。そう <laughs> ですね。はい。転売ですからね、はい今。はい,はい。本当ですねで。下値の方ですけれども、うん、今ですね、若干買いが入ってきているというような状況にあります。 えー、この赤いラインがですね25日移動平均線、指数平滑移動平均線なんですけれども、ここにちょうどタッチした後と、買<ー>、えー、われているというような状況で、25日移動平均線は維持されているというような状況にあります<ー>、はい、ただ、下のテクニカル料を見ますと、はい、なんか、えー、デッドクロスっぽく見えてしまうんですけれども、この辺の分析はいかがですか。はい そうですね。まずは MacD の方なんですけれども、うん、MacD、はい、今のところまだプラス圏で推移しておりますので、この安値から上昇した後え、ずっとですね、一貫してプラス圏で推移しているというような状況にありますので、まあ、今の流れには変化がないという見方ができます。はい。でその下がですね、 ストキャスティックスのファストストキャスティックスになるんですけれども、こちらはですね、パーセント K、赤いラインなんですけれども、これが80%超えてから今、下落というような状況にありますけれども、青いライン、パーセント D の方が今、中断持ち合い圏で横ばい、若干上向きに推移しているということで、底堅さを残している状態で、パーセント K が下がっているというような形になっておりますので、まあ、こちらはですね、 短期的な下げという形ですけれども、まあ、実践が25日動平均線で下げ止まっているというところを考えると、はい、中断持ち合いきで再びパーセント計が上向きに変化していくという流れになりやすい、今、動きになっているんですね。まあ、そうなりますと、うん、底固めから再び上値を試す可能性が高まっていくというような見方になります。分かりました。あはい、ちょっとハイションを持っている人にとっては、ちょっと安心ですね。 はい、そうですね。まあ、これだけですね。500円上下するとですね。すねはい。結構ね、皆さんね、すごいまあ不安だと思うんですよね。特にロ、はいロ、ロングフォーション,ロン,ロンを持っている人は、この辺りでちょっと手締まった方がいいのかなとか、はい、来年どうなるのかなと、一番やっぱり関心が高いところだと思うんですよね。はい、そうですよね。ですので、今の村井さんの分析、ちょっとね、あのはい、安心感がありますよね。はい。はい で続いてですね、一番下に描画されているのがスローストキャスティックスになります。はい。はいまあ、こちらもですね、えー、下向きに推移しているものの、まあ、前回のこの水準ですね、のところで下げ止まっているというところで、はい、まあ実践の方も25日同盟金全で下げ止まったというところを考えると、80%前後のところで指数密集権を形成していく可能性が、うんえー、出てきているのかなというふうに考えております。 ですので、まあ50、50%以上のところで、指数未収権形成するということは、底堅いということを暗示する動きですので、まあ、それを考えますと、目先、ボックス相場、または、また、あ再度、高値を試しに行く可能性も残っているというような形なのかなというふうに思います。わかりました。ありがとうございます。はい、中足の方もご用意いただけてましたあ、はい、あります。はい。 じゃあ見ていただいてもよろしいですか、はい、はい。こちら、週足ですね。JPX 金の週足になります。基本的にはずっとアップトレンドが続いておりますね。そうですね。今、まだ5週移動平均線、えー、そして 10,、えー、10週移動平均線がサポート役になってますし、はい、まあ各移動平均線も上向きですので、<laughs> えー、もう完全にですね、えー、対戦のこの上昇トレンドに変化がないということ。<laughs> まあただ、短期的には昨日の長い上着というところですよね。 まあここが一定、まあのインパクトはありますので、まあ買、買うにも買いづらくはなってきて,るなている、ね、い,いで,す、ねそうですね、新規で買うにはちょっと厳しいですね、はい、難しくなってきていますね、逆にでも、はいかえー、これからもし下げるんあれば、また買いのエントリーポイントを。 が出てくるのかなっていう期待感もちょっとあるんですけど、はい、はい、そのあたりを含めてまあ、来年の相場ですね、えー、はいちょっと来社の分析をお伺いしたいなと思います。はい、えー、こちらは週足なんですけれどもこのチャートにですね数字がこう表示されていると思うんですけれども、はい、こちら何を意味しているかと言いますとタイムサイクルタイムサイクルはい、うん、はい。はい 安値から安値で何本経過したかというのを、うん、表示しておりますで。高値の方も高値から高値何本表示しているかというところで、えー、書いているんですけれども、まあはい、ボトムの方が10月の安値ですね、8661円、えー。こちらがですね、週足ベースのボトムになったと判断をしておりまして、まあ、ここの安値からカウントすると、ボトムのサイクルが、えー、今週で10本目なんですよね。あ<ー><で>はい。はい で平均ボトムのサイクルが24本なんですけども、前回46本と非常に長かったということを、うんうん、はい、はい、あります。平均で通常ですと大体30本前半ぐらいというのが多いんですけれども、うん、前回非常に多かった。その前は32本なんですね。まあ、これが大体平均かなというところで見てはいるんですけども、はい、まあそれを考えるとまだまだですね、えー、ボトムをつけてから始まったばかりという状況にあります。 だソロが若いって感じですね。そうですよね。はい。はい、そして、えー、トップサイクルの方なんですけれども、9月の高値、えー、9233円ですね。えー、ここが日やし週足ベースのトップになったと判断をしております。えー、ここからカウントするとですね、 今週で12本目なんですけれども、うん、はい。そうするとですね、平均トップサイクル24本で、前回46本、その前30本ということで、うん、まあ30本程度と考えてもですね、まだあと18週残ってるんですよね。うん、はい。ですので、はい、今のこの体制のトレンドに変化がないということを考えると、まあ、引き続きですね、来年前半もですね、上値を試す可能性は、えー、高まっているのではないかなというふうには考えております。うん はい。ただねはい、はい。非常に長い和木を形成したものですから、心理的に買いづらくなっているというところを考えると、うん、この高根県での持ち合いを続けていってですね、はいえー、日柄を稼いでいくというような動きになりやすいのではないかなというところですね。まあ、過去見てもこういった、あの、 ボックス相場で全然動かなくなってしまう<ー>ということがありますので、はいええ、そういった、はい、あ状況に今、陥りやすいという状況になっているかなというところで新規、ね、でもこれから買いポジションを入れたいという人にとっては、はい、まあ理想的には9500円割れ、場合によっては9200円とか9300円までもし下げるんあれば、こ、まあの買いのエントリーポイントになりそうな,なんかイメージがありますけど。はいはい そうですねちょうど、えー、自主移動平均線が9500円どころにありますので、そのあたりは、えー、おしめ買いのポイントになりやすいということは言えますね。はい,い来年の相場に向けて、これから、まあえー、買い増し、あるいは新規の買い入れるのであれば、はいまあ、その辺んが、はいえー、水準が狙い目という形で受け止めてよろしいですかね。はいはい そうですね。やはり、まあ、しわしで見てもですね、しわ、はい、で見ますと、うん、まあ、対戦当年度は確認できるんですけれども、エントリーポイントということになるとですね、しわし以下のですね、はい え、チャートを見ていく必要があります。まあ、しわしで見ても今25日移動平均線サポートされているということと、はいえー、10本移動平均線今まだ上抜けてませんけれども、ここを上抜けていく。はい、そして、えー、10本移動平均線が再び今若干横ばいですけれども、上向きに変化していくという流れになってくるとですね、押、はい、し目もなく上値を試すという可能性もありますので、 はい、まあそういうとこ,ところも注意しておく必要があるのかなというところですね。<laughs> 格ゲにまあのおしめ待ちにおしめなしっていう欠けもありますからね。かね、はい、ないで、まあ、また再び中止トレンド続くとう、はい、そうですね。いう可能性もあるということですね。はい。ただ年末でですねこの長い上着を形成したということになると一旦、はい、あのー、まあ 年内はですね、ボックスオー,バー形成していくというような動きになりやすいですので、まあ、それを考えますと、あ<ー>まあ4時間足とか、まあ、そういったところで押して切り返したところを狙っていくというのが、あまあリスクを抑えながらのエントリーポイントにはなるのかなという風に考えております。ああ、そうですね。はい、もう少し短期チャートもまあ参考にしながらエントリーポイントを考えていくということですね。すねはい、分かりましたはい ええと、まあ、村井さんのこれまでのお話を聞きますと、まあ、来年以降も、少なくとも来年前半は、今のアップトレンドが続くだろう。まあ、パーツとしてもね、ちょっと含まれてくるので、えーはい、まあ、ちょっとリスキーな部分はありますけれども、基本的なトレンドは今の流れが継続するという感じになりそうだっていうことですね。はい、そうですね。はい。 まあ今、チャートで見ましても、金の時給データで見ましても、まあ底堅い展開をまあ想定できるような動きにはなっている。データだったりですね、チャートのまあ形状にはなっているのかなというところですね。わかりました。はい、最後にですね、えー、ちょっと無茶ぶりで大変恐縮なんですけども、はい、<laughs> ドル建ての入力ベース、はい、の来年第一四半期1、3月の 高値予想してもらってもよろしいですか今ね、えー、2100ドル台まで来ましたけど、はい、マックスどのぐらいまで村井さん見てらっしゃるかなーって思うんですけど。なるほどですね。はい、すみません。<laughs> <laughs> まあ、あの、前半ですね。そうですね。ある、ね。いや、えーと、そうですね。第一四半期ですね。一三月ぐらいの、ね。ですね、はい。はい まあここで考えますと、まあ、今の流れには変化がないというところで、まあ、このまま上昇トレンドを継続していくというような見方になってくればですね、えー、今年の5月の高値と今年の10月の高値、あ安値あります。はい、まあこの値幅のですね、はい、倍返しというところ。倍返し。はい。そうするとですね、2000、はい、そうなると2300ドルまで、えー、上昇するんですけれども、 まあ日柄がですね、はい、来年の前半となりますと、まだ浅いですから、そこまでをターゲットにするんですけれども、日柄が追いついていかないということを考えると、ですね、はい、その手前で、えー、手前になってくるわけですよね。 2022年の9月の安値と、うん、お今年の5月の高値までの、はい、お時間ですね、はい、この時間がどのくらいあったかというところも非常に重要になってきます。はい、でこれで見ますと、32本なんですよね、はい、32本形成しているという形になってきますので、はい、それを踏まえて、ですね今年の10月の安値から32本。はい <え>ということになると。半年ちょっとですね、えー、7回ぐらいです、ね。はい、この辺りまで。はいはい、ということで、これを想定して、この安値から、えー、この、えー、<ー>2300ドルのところまでいくというような想定。<ー>で、考えたときに、来年の前半ってどこおにあるのかというところですよね。ということはすると、今の話からすると、はい、来年の1、6月期。 来年前半だと、はい、2300ドルまで上げる可能性があるということですね。えっとえ、来年の前半ですか。来年の前半。はい。1、6月期であれば2200ドルとか、はい、2300ドルまで、まあ、日柄的には、はい、え達する可能性があるって考えられるってことですかね。えー、ただ、1、3月期だとまだ日柄,日柄が足りないので、はい、このチャートで見ると2150とか、 はい、2200とかいう感じになるんですね、はい。そうですね。半年以上はかかりますので、はい。はい、それを考えると6月以降になってきますかね、うん、高根そうですよね。ああ、はい、そうですね。はい。で、そこで計算していくと、まあ、どのぐらいかなというところで、まあ、前半というところで考えると、この2200前後というところにはなってくるのではないかなっていうところですよね。うん、ああ、わかりました。はい。 そうですねこれで見ると、日柄的にもそうですね、来年の夏場ですよね。そうですね、そのあたりがターゲットということですよね。もちろんあの、その日柄というのも長くなったり短くなったりしますので、そのあたりは修正しながら、あー上値を,を見ていくというのがいいかなとは思いますわかりました。 まあ中長期的にはまだまだ今のアップトレンド継続するだろうということで、はい、え今ちょっと最後ね、むちゃりで、ありがとうございました。いずれにしても、今のちょっとね、値幅の変動が最近激しいことは激しいんですけれども、基本的なトレンドはえ継続するであろうということで、はい、はい、なので、買いで強気で攻めるマーケット。 で、その強気のエントリーポイントも注意しながら、その,のところは、えー、村井さんのところの投資上限サービスの方で、まあ,あ、ご教授いただけるということですので、皆さんもぜひアクセスしていただいて、はい、まあ、どの辺あたりで買いを入れたらいいのか、手詰まったらいいのか、利益をどの辺で出したらいいのか、まあ、そういうところもアドバイスいただけるということですので、ぜひアクセスの方をお願いしたいなというふうに思います。はい。ということで、えー、今月もありがとうございました。 ありがとうございました。今度、来年ですね、今度ね、1月ですね。どういうふうにはそうなってるんですかね。そうですね。ちょっと不安でもあり、楽しみでもあり、難しいわけですからね。では、後半は今度はプラチナですね。はい。じゃあ、プラチナの方も引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ということで、金はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。失礼いたします。